こんにちは。今回もウィークリーのルーティーンをしていきたいと思います。まずはタスクの確認、そしてトゥードゥのチェックもしていきます。最後にレビューで週の振り返りをしていきます。今回はやれたことが結構多かったのでいい週でした。その中で来週やってみたいことやアイデア、頭の中の考えを書き出していきます。一通りの作業が終わったら、最後に余った部分を軽くシールでデコレーションをしていきます。今回使っているものは全部100均で揃えたものです。今週はすごく雨が多かったので、雨をモチーフにいくつかシールを追加しました。全体はこのような感じでまとめてみました。今回で週の振り返りは2回目になるんですが、そこで気づいたことをまとめていきます。もともとタスクが少ないタイプではあるんですが、その分デコレーションを調節して隙間を埋める工夫が必要だなというふうに思っています。また今回はデザイン的に個別で日にち日にちの枠を作っているんですが、それがもしかしたら自分には少し合ってないのかもしれないなというふうに考えています。また振り返りページに関しても、今回のようなテーマごとに分けているデザインではなくって、もう1ページ丸々フリーページとした方が個人的には合ってそうでした。どうしても枠にとらわれ自由に使えず、ちょっと振り返りがしづらいなというふうに感じてしまいました。以上のことを踏まえて、来週分のセットアップをしていきたいと思います。来週の分は、ちょっと青色、四角イメージだったので、マスキングテープを使ってフレームを作っていきたいと思います。この模様がちょうど飴っぽい、ちょっと線の入ったマステだったので、これを両端にどんどん貼っていって、こんな感じです。そして真ん中に貼ってある黒い紙を最後に取り除いていきます。これでフレームの完成です。あとは100均で買ったアジサイのシールを使いたかったので、ちょっとマスキングテープで背景を作っていきました。こんな感じで、アジサイにちょっと雨が降っているようなイメージです。余分な部分はカッターで切り抜いていきます。いらない部分も取って、スタンプを使ってデコレーション。今回はフリーページにしたかったので、上の部分を少しデコレーションしていきます。マイルドライナーを使って雨のイラストを書き足していきます。セリアの丸シールを使って、こんな感じで雨粒をより表現していきます。最後にまたマイルドライナーでデザインを追加していきます。ユニボール1でちょっと影も描き足しておきます。こんな感じで完成としたかったんですが、ちょっと気に入らずアレンジを加えていきました。上の部分は100均のシールで余ったスペースをさらに埋めました。ページの間にも雨イメージのシールをさらに追加。アジサイシールがあまりにも透けてしまっていたので、白色の紙で裏地を作って、ダイソーのマステで花壇風のデザインにしてみました。より見やすく描きやすくなったかなと思っています。
それでは今回はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。